が落ちた後は自然とオートマモードに戻るので操作の手間がなくてすごく便利ですね。皆さんこんにちは、アバルトドライビングアカデミー講師の石川沙織です。女性ドライバーの皆さんに運転する楽しさ、素晴らしさ、そしてアバルトの魅力をお伝えするコーナー。今日私が運転しているこちらの車はアバルト595シリーズの中でもちょっとラグジュアリーなモデル、ツーリズモです。今日はこちらのツーリズモを使ってシフトチェンジをする楽しさをお伝えしていきたいと思います。このアバルト595ツーリズモはマニュアル車ではありません。シフトは MTA と呼ばれるオートマチックです。ただ普通のオートマチックとはちょっと機能が違います。この機構はデュアロジックといって、簡単に言うとクラッチ付きのマニュアル車をオートマ化したものなんです。オートマモードで楽しむもよし、いざという時にさっと切り替えてマニュアルモードを便利に使いこなすもよし、この MTA を使いこなしてさらに運転を楽しみましょう。レッツトライマニュアルシフトチェンジ。さてツーリズモのシフトチェンジですが、あるべきものがここにないですよね。そう、シフトレバーです。アバルトの MTA はボタン式のすっきりとしたデザインになっています。操作は簡単です。1がファースト、 N がニュートラル、 R がリバース、 AM のこちらのスイッチがマニュアルとオートマチックの切り替えスイッチです。エンジンをかけた初期ではオートマモードに設定されています。ブレーキペダルをしっかりと踏んでエンジンをかけ、1を押したらそのまま普通のオートマ車と同様自動でシフトチェンジされます。こちらの AM ボタンを押すたびにオートマモードとマニュアルモードの切り替えができます。スピードメーター内のこちらの表示で今のモードを確認することができます。オートと表示されているときはオートマモード、このオート表示が消えたときはマニュアルモードです。早速マニュアルモードでギアチェンジをしてみましょう。このパドルシフトで操作します。左のマイナスでシフトダウン、右のプラスでシフトアップです。一度やってみますね。足元のペダルは2ペダルです。アクセルとブレーキしかありません。パドルシフトを操作する際もマニュアル車でギアチェンジをするように、シフトチェンジをする前にアクセルオフをしてギアを変えるとスムーズです。オートマモードのままパドル操作でシフトダウンをするとマニュアルモードに切り替わり、ギアチェンジをすることが可能です。トルクが生きてぐんぐん加速をします。おお、ギアが落ちた後は自然とオートマモードに戻るので操作の手間がなくてすごく便利です。加速したいときにシフトダウンちょんちょんってしてあげるだけでぐーっと加速してくれて、その後は自動でオートマモードに戻ります。これはいいですね。便利、楽しいです。これは上り坂を登るときなども嬉しいですよね。あとは長い下り坂をエンジンブレーキを効かせて走れるのでとってもおすすめです。手元の操作だけでいろいろ楽しめるアバルトの MTA、 ぜひいろいろ試してみてくださいね。さあ、それでは今日はここまで。また見てくださいね。バイバイ。